学校へ行こう2021見ました。これは V6 が全国の学校に行って生徒が屋上から告白したりするのを見る青春番組で、特に終わった番組なんですけど、11月1日に V6 が解散するってことで最後の生放送したんです。で、今や全員40歳以上の V6 が若手当時のような企画に挑戦するのがすっごい良かったんですよね。この中で6人旅したり、名物キャラと久々に会ったりするんですけど、岡田くんは今や大物俳優なのに、あの中では最年少だからいじられる感じとかすげえ良かったり、森田くんなんか今や映画では殺人犯役ですよ。恐ろしいイメージしかなかったんですけど、この番組では森田くんが普通に笑ってて、もうそれだけで僕はすっげー嬉しかったんですよね。とまあ終始最高なんですけど、それと同時にこの後解散するのにどういう気持ちで見ればいいんですかっていう、別れの決まったカップル見てるような寂しさもあったんですよね。ほんでそこに出演してる生徒も良かったんです。閉校間近の学校に岡田くんたちが行って、学校にある思い出のものでボート作って、それで生徒と V6 が対決するっていう、もう最高の企画するんですけど、その中で僕が好きな絡みあったんですよね。岡田くんはボート作り手伝ってくれる人が欲しいから、その辺にいる生徒にこの後なんかあるって声かけるんです。そしたらその生徒がね、何もないですって言うんです。これめっちゃどうでもいいやり取りなんですけど、なんか僕、うおー、学生の時って学校終わったら何もすることなかったよな、これも青春やって異常に懐かしくなってキュンキュンしたんですよね。この何もないですにすらも青春を感じてる自分の青春センサーのガバガバ具合に時の経過感じました。というわけで、今の人が当時の企画をやる良さもあったし、それを見てる側も年取って感じ方変わってくるし、とにかくしみじみいろいろ感じる番組でした。